いよいよロシア大会の最終滑走、韓国キムヨナ、シリーズ2連勝とそして連覇を狙うファイナル進出確定へ向けて登場です。最後に登場してきました韓国のキムヨナ、ショートプログラムは 63.50、 今シーズン全選手トップのスコア、あの浅田真央も上回るスコアでこのロシア大会はフリーを迎えます。韓国キムヨナ17歳、ミュージカルミスサイゴンより、この人は最初の3回転3回転がポイントになってきます。トリプルフリップ、トリプルトーループ、長さも高さもありました。綺麗に決まった。キレがいいですね、ジャンププラスの評価ですもんね、はい、昨日のショートは同じジャンプで、あの一つのジャンプで10点以上を稼ぎました、はい、トリプルループ、ラインキャメルシットからインサイドで回ってポジションの変化、一つここでジャンプ、トリプルルッツ、ダブルトーループ、ジャンプのこの姿勢がいいんですよね。すでに同い年のライバル浅田真央は先週のフランスでファイナル出場を決めました。そしてキミー・マイズナーも決めました。キムヨナはこのロシアでファイナル確定を狙っています。ダブルアクセル、トリプルトーループですからね。昨日のショートで唯一ミスのあったアクセルジャンプも鮮やかに決めました。ボイスピンも本当にいろんなバリエーションがありますよね。本当に取れますよね。フォアアウトで回ったり、もう一度トリプルルッツ、よくこらえました。表現力、引きつけるものは出てきてないような気がします。小静真央ちゃんも大人らしさを表現していくじゃないですか。キムヨナ選手もね、本当により自分のレベルアップを図って今年シーズンを迎えていますよね。まあ、浅田真央選手とは今後もずっと競い合っていく相手。さあ、イナーパウアーからダブルアクセル、ジャンプはしっかり決めました。互いにとって力になれる選手でありたい、そんな話をしたキムヨナ。このフランス、このロシアではノーミスの演技。ユーナ・キム、昨日ショートのアクセルになって、まあ、
ミスしましたけれども、フリーではきちっと決めてきますし、3回転、3回転、2回転、3回転という、ね、それにスピンのいろんなポジション、スパイラルの柔らかさ、もう今、本当に世界のレベル、トップレベルを持ったスケーターですね、真央ちゃんと大きなあのライバルですよね。表彰台に乗ればこの人はグランプリファイナル出場が確定します。まあ、ファイナルの連覇へ向けて、まあ、すでに浅田真央は連勝で決めました。この切なげな表情から4分間が始まっていきました。トリプルフリップ、トリプルトーループ、柔軟性もありますよね。しっかりトリプルルッツになってますよね。今年からそのジャンプのエッジの判定も厳しくなりましたが、選手たち同士の中でもこのキム選手のジャンプっていうのは素晴らしいそうですね。そうですよね。もうジャンプの流れといい質といい、この姿勢といいます。ええ、もうだからですね、これだけあのキムヨン選手がこうスピン、ジャンプ3回転3回転2回転3回転、スピン、スパイラルのレベルを持ってて、もう真央ちゃんはトリプルアクセルを飛んでプラスしないとより得点がもらえないですからね。まあ、中国大会でも技の出来栄えで減点されたのはあのショート冒頭のジャンプだけでした。さあ注目の得点、技術点は70点台を超えてきました。本人もびっくりです。もうこれはこのロシア大会優勝は間違いないでしょう。演技構成点も 60.80、 これは大幅な自己ベストです。 133.70 はなんとあの浅田真央のフランス大会の得点も大きく上回りました。ショートとのトータルは 197.20、 ものすごい得点をマークしてキム・ヨナ、グランプリファイナル連覇へ向けてしっかりと出場権を獲得しました。